最近よう落ちますなぁ。すいません、お待たせしました。41人の皆さん、突然落ちてしまいましたけれども、ま、続きでございます。初出し情報ということでね、お復帰でございます。お待たせいたしました。カーツ3休止ですか、んなわけねえじゃねえかバカ野郎この野郎っていう、ついつい本音のコメントを言ってしまいたくなりますけれどもね、あ、ザカさんお久しぶりです、ようこそよろしくお願いしますね。復活したけど変な外人の CM なう、30秒ほどお待ちいただきたい。 OK です、ありがとうございます。では、ま、あの落ちついでですので落ちたついでにもう一回ご覧いただきましょう。初出し情報でございます、どうぞ。というわけで、また CPU の使用率が 100% 前後になっちゃいましたね。なんか最近落ち癖がついてしまっております。我がパソコン頑張れ。まあ、頑張ってるせいで CPU が 100% 近くになってるんでしょうけどもね。はい、そうです。なんと2号線ということで、今日が146回目です。で、150回目から、まあ、つまり約1ヶ月後ということになりますけれども、国道2号線をお届けする予定です。うん。多分大丈夫だと思いますが、果たして7回の尺で収まるのか。まあ、10号線を6回でやりました。で、2号線はおそらくそれよりも長いですから、まあ、いろんな情報を加味して、おそらく7回でいけるんじゃないかな、というのが僕の予想でございます。また PC クリーニング、そうですね、してみましょうかね。はい、西から東へ行きます。はい、そういうことでございますね。違った2号だ。国道は線がつかないんだった。まあ、そうですね。国道の2号線、うんですね。確かに線がつかないっていう、のが正確なのかもしれませんが。まあ、僕は一応2号線という言い方をさせていただきたいと思います。未来なのさん、お帰りなさい。ありがとうございます。ただいま戻ってまいりました。だって北九州から、そうです。北九州から関西までずーっと行くわけです。うまくいくでしょうかね。まあ、なんとか、一日じゃ少なくともいけませんので、どっかで泊まりつつ、で、二日目、行こうかなと。アタックチャンス！野田さんようこそ、お越しくださいました。ゴールは、梅田新道交差点、そういうことですね。JR の大阪駅、まあ、いわゆる梅田地区ですね。ここが、ゴールの予定ということになっております。なんか雑音が、これかな？かもしれません。はい。あ、未来なのさん、うちのそばにも2号線、そうか、広島ですもんね。そうだ。じゃあ、もしね、タイミング合いましたら、応援のほどよろしくお願いします。はい。2号クリアしたら、その次は9号でんな。まあ、そこまでいけるかどうかわかりませんけどもね、1回目はトンネルの入り口のフグに食われるアクアが来る。そういうことです。第一人さん、大阪駅でお待ちしております。そうか。大阪で出迎えるっていう手もあるか。アクアで車中泊して特艦コース。車中泊。僕も一応30代ですからね。そこまで無理できるかどうかわかりませんが。まあなんとか行けるところまで行ってみようかなというふうに思っております。パソコンの CPU が 100% 付近を行ったり来たり。なんで落ちるかな。さっきまで 60% ぐらいで推移してたのに、50人ぐらいの皆さんがご覧いただいております。では。恐る恐る行っていきたいというふうに思います。大阪で突してもええよ。いやいやいや、それ決めるのは僕です。まあ、泊まるとしたら広島か福山か、福山か、岡山ですね。1号はいつになるのかな？ 200 回記念でぜひ。ボナセーラーということでどうもようこそ。なんかバックグラウンドで怪しいソフトが、そうか、そのせいかもしれないな。なるほどね。あ、常磐特快くんお久しぶりでございます。今日まで4日間、九州へ家族旅行。ほー、いいですね。今日までの4日間ということは雨もあったんでしょうけどもね。まあ、あいにくの天気の中、ありがとうございました。九州楽しんで来られましたかね。はい。
そしてタスクマネージャー、そうですね、タスクマネージャーちょっと開きつつやりましょうかね。タスクマネージャー開きます。うまくいくかな。でも変なのは動いてないな。特に特段これといったものは動いてなさそうな感じがしますが、ちょっと後日またやってみましょうかね。まだ 100% 前後です。話よくわかりませんけど、大阪からのお帰りは、明石海峡大橋と大鳴門橋、そして、瀬戸大橋通って帰るっつうのはどうですか。僕ね、一回だけ四国をぐるーっと、こっちか、ぐるーっと一周回って大阪にっていうことをやったことがあるんです。その時は島並海道を通って、で、四国南部を通って、時間がないですね。11時20分です。メモリはどのぐらい積んでますか ?4GB 入ってるはずなんですけどもね。あ、50% ぐらいに落ちてきた。じゃあそろそろ参りましょう。今日の、テーマはこちらでございます。ポン。西そのぎ半島から佐世保へ、国道202号線、こちらが今日のテーマです。CPU の使用率が低い間に、行ってしまいたいと思います。今日のマップこちら。あのですね、四国はまあ、いいや、この後動画が始まったらご紹介しますね。はい、今日は西海市役所をスタートしまして、西海橋を通ります。そして佐世保市役所に向かうという、そういったルートをお届けしてまいります。動画の尺は1時間39分43秒です。実は今日は、これプラスおまけもありますので、最後までお付き合いください。参りましょう、ナベッチ。カー、ツー、スリー。今回は、西海市役所前をスタート。佐世保まで参ります。で、さっき野田さんがおっしゃったあのルートっていうのは、実は僕が2-3を始める前に、まちつくっていうミクシーのアプリがあって、それをそれ の, このスタンプを集めるために四国をずっと1日で回るっていうことをやったんですよ。でその時に広島から島並海道を渡って、で、あれは宇和島だったかな、宇和島あたりに入って、そこからずっと2年前の年末に愛媛県、そして高知県この辺りを走って、北に上がっていって徳島、香川、道の駅香川、徳島か集めて回ったので、香川県で高速のパーキングエリアでさぬきうどんを食べて、で松島、で徳島県に入って、松島って言ってもで、そこから今度は天草の松島ではないですからね。あれですよ、なんだっけ、大鳴門橋か、淡路島に入って、右に行きますと西海警察署、で神戸に抜けていったって、池島フェリー、そういうルートで走ったことがあります。 CPU が AMD 製なら L2 キャッシュが極端に小さいから、それが耐えきれなかったの。最近よくそうなんですよね。 iPhone 途切れる涙、話噛み合わなかったらごめんなさい。横関という階層、ちょっと調子悪くない、調子悪いですね。このパソコンも買い替え時なのかな。そんなはずはないですけどね。松島や、松島や、松もうすぐ松島行きフェリーに乗り場。こちらは佐世保であります。佐世保じゃねえや、西海ですね、西海市です。この辺じゃああれかな、風力発電所かな。佐世保、好きな漫画の主人公の出身、覚えてないな。CPU のメーカーと品番見た方がいいです。あ、じゃあちょっと、終わってから見てみましょうかね。ちょうど50人の方、そして、合計視聴数は100になりました。ありがとうございます。左側にはアクアが止まっています。綺麗な水色なんですけどね。ちょっとここでドーンと i7 マシンを、そうですね、鮮やかに映ってますよね。それぐらい入れた方がいいのかな、やっぱり。この子も結構頑張ってるんですよ。ビスタですけどね。長崎市内から、さあ前方に今日1本目のトンネルが見えてまいりました。再開で再開して再開、まあ、そうですね、2回に分けております。この番組もね、再開ということになりましたね。7分でクラッシュ、クラッシュ卵とこんにゃくバッタケ、違うか、トンネル、板浦トンネルです。まだビスタ使っていますか。うちはウィン7ビスタ、そうです。で、ノートパソコンが7です。で、7の方は新しいユーストリームプロデューサーのスタジオの方を入れました。特
ところがビスタだと、セブン以上じゃないとバージョンアップできないということを言われましたんで、通常通り旧型のプロデューサープロを使っております。ちなみに去年の秋に西そのぎ半島を路線バスで一周しました。ちなみに今回の進行とは逆向きです。路線バスでこれ回るっていうのは本当大変でしたでしょうね、きっとね。うちのビスタマシンとても調子がよろしいでしょ。ビスタ意外に悪くないんですが、2号線の撮影はいつ頃ですか。せっかくなら、桜のいい風景撮れるといい。そうですね、まあなんとか4月頭ぐらいには行ければいいなとは思っております。実は今視聴しているノート PC もビスタです。今日は9時台の日の出テレビでもグラフ、あ、そうなんだ。調子に乗って飛ばすのはやめたいと思います。なんでしょうね、変なウイルス入ってなければいいですよね。うちはビスタに泣かされました。そうなんだ、そうなんです。私は進学を機に MacBook Pro に買い替えます。ジョーバン君結構いろんなところにお金使いますね。大変ですね。この付近本数が少なくて予定組むのが大変だったんでしょうね。あんまり人もいないようなイメージもありますからね。 R ショップ来た、よく見てました。そうですね、51人の皆さんがご覧いただいております。ダベチカ2-3、今夜は146回目です。ほろ酔い気分の私渡辺がお送りしております。西そのぎ半島から佐世保へ国道202号線プラス、今日はおまけもあります。そしてその前には予告編ご覧いただきました。今日が146回目ですが、150回目から7回連続で国道2号線を走ろうというふうに企てております。北九州から大阪ってあくまでもガソリン代半端ないくらいかかりそう。そうですね、高速道路で行った時には前の車スイフトで、大阪から熊本に帰るまでにガソリン3回給油しましたね。まあ、正確には2回半分ぐらいでいけたかなっていう感じですね。自分はサーフェスプロ。あー、なるほど。今日は綺麗な OL さんもエッチな DVD 屋さんもなさ、エッチな DVD 屋さんぐらいはあるんじゃないですか。確か大阪駅で待ってます。え、ミキティさんが大阪で。最近 Win7 のマシンが HDD のアクセス肩に耐えきれずブルスクになることが多い。あら、あのバスが、ね、結局ね、どの OS でもやっぱりそうなっちゃうことはあるんですよね、うん、消費税アップに備えて何も買えない。いや、止まっちゃった、ね、止まっちゃった。経済ジャーナリストの方が言うには、パソコンは、まあ、機種によって待った方がいいと。なぜかっていうと、結構そのどんどん新しいのが出るもんだから、型落ちしてから買った方がお得。つまり、増税後でも特にこれを買いたいっていうのが決まってる人にとってみればいいんじゃないかっていうところはあります。また雇い主のプランを立てなければ、いや大人なビデオはなかったのだろう。そうですか、覚えてないですね。前方にはピーポー君がいます。ですが、何にも悪いことしなければ、全くやましいことはなければ、前にいる分には全く悪いことはありません。むしろ先導してくれてるという感覚です。ちなみに過去神戸までスイフトで遠征した際には無給油で行きました。北九州まですごいですね。それは下道ということでしょうか。うー、ピッピーパオ君、そうです。今日はそっち系のチャッカマンが来てませんね。そうですね、あのむやみに車間距離を詰めますと、速度オーバーでしょっぴかれるというところありますけどね。とかあとは程よい距離を、アンジャッシュのピーポー君、ね、あー、ありましたね、あの噛み合わないってやつですね。その橋の名前が書いてあります。大島大橋、まんまっちゃまんまです。 9.1 キロ先、おっとそうだ、皆さんに地図をお送りしてましたかね。そういえば、はい、前方にペースカーです。逃げましたね。平均時速、左側が柳の浜海水浴場です。それはすごいですね、カンナさん。すごい、ね、それはすごいです。パトカーを抜かなきゃいいんです、まあ、この状況で抜くっていう緊張のドライブ、まあ悪いことしてないですから全然。あの後ろに疲れると嫌ですけどね、前だったら特に問題ないかなという感じがします。無理
な運転しなければいいんです。大阪はよく行きます。おお。まあでもね、結構大阪熊本の往復は疲れますよ。後ろに疲れるより前にいてくれるんでしょ、うん、村正さんおっしゃる通り。鍋地下スースリー国道202号線です。丸々警察24時の密着。あ、国道202号線でも確かにこういう距離感で撮ってますよね。美味しいね、その一言が聞きたい。4月から大阪人の常磐くん、まあ3ヶ月4ヶ月経ったらひょっとしたら常磐くんも大阪弁が自然に出てくるかもしれませんね。まあ、でも前のパトカーも思ってるでしょうね。なんでやねん、こいつ全然近づいてこねえなって、嘘やんって言うでしょうね。驚くときに嘘やんってね、周りに流されて絶対スピード上げるよって言ってんだろうな。うわ嘘やんってね。そんな常磐くんの話っぷりを聞いてみたい感じがしますね。今の株のおっちゃん、あ、違うですよね。そうでも特にね、あーって鳴らしていくこともなかったんです。後ろに疲れると、そう、心理的に悪いですよね。特に高速道路だとね、嫌な感じなんですよ。パトカーが先導、ナベッチも有名になったもので、まあね、たまに赤信号がついたりもしますよね。さあ今夜もクラッシュからスタートしてしまいました。ナベチカー23です。これが222号線だと言われると違和感を感じる福岡県民いそうな気が、まあ確かにそうですね。キャナルシティや南新地をイメージする、ごもっとも。京阪アクセントの習得が先、そうですね。曇る時もあります。少しずつ今度は差をつけております。誰か間に入ってくれ。そんな、関西弁の常磐さんですか。デーラーデーラー、関西弁が出るんだろうな。お、未来さん最近は何たんでしょう。確かもうすぐ右側に鍾乳洞があったよな。曇り、あ、全然覚えてないな。パラパラ、そんなとこです。そう考えると熊本弁ってアクセントあったっけっていう、ね、そうですね。あの熊本弁は、まあ、プロの方に言わせると平板だとよく言われます。また難波しよっとね。そんなに距離集めたかそぎゃんこさ言わんちゃよかったというような感じになりがちです。こんばんは、不良シェフ LC です。不良シェフ、間を取り持ってもらおうかな。いいですね。これで距離詰めてもまたスピード出したでしょって言われてかねないですからね。少しピーポー君との距離を開いてみました、ね、意識的に開けてみました。松井くんがこの後ろにいないというだけで非常にこの安堵感がありますよね。なんで掛け負担なんでしょう。最近は iPhone からの投稿がうまくいかないのでエンドラ起動中。サマンサはカレン占領中。いかがでしたか。エンドラ、今日の警察密着番組にヤーさんみたいな風貌のデカがですか。なるほどね。ジョバさん4年後にはすっかり大阪のノリになったと思う。4年間でだいぶ多分ね、喋り方は変わると思いますよ。特に大阪はね、悪が強いという言い方したら失礼ですけど、特徴的ですからね。説教場をしたっていう今バス停でした。そうか、長崎だからキリシタン文化が根付いてますから、ひょっとしたらこの辺りに教会というか、それこそ説教場っていうのがあったんでしょうね。説教場っていうのかな。国道202号線、まあカーブは多いですが、まあ舗装状態もいいし、なかなか走りやすい道ではあります。熊本から北九州行くだけでも完結しそうなルートなのに、そこはスルーしちゃうっていう。カーブを描きながら、まあそうですね、過去に国道3号線やってますからね、この番組でもね。お酒が入ると変な意味で抑揚がつきますよね、熊本弁。まあそうですね。なんかのじゃお前な、何場所とかお前は。そういう言い方になります。折れてしまいました。納豆大好きな大阪人になるんですね。ああ、そうか、軽トラは。そうですね、茨城から大阪です。時間あったやろ。確かに逃げたやろ。関西人は悪が強い。
ヤーさんの風貌って三重県警の人ですね。ですが弁当を食べてる時はニヒルとニヒルなということにしておきます。今日はあのミヤネ屋で、ね、三上洋さんが登場されて、僕ちょうどあの髪切ってたんですよ。髪切ってもらってて、で1時に行って意外にかかったんですね。1時間半かかって2時半に帰ってきて、ああもうちょっと遅れたかなと思ってテレビつけて、そしたらちょうどそこで三上さんのコーナーになって、で1本目のニュースは割とシビアなニュース、シリアスなニュースで、2本目のものだとちょっと柔らかい感じになって、あのネット経由の電話についてね、お話をされておりました。で結構三上さん、あのユーストツデーの三上さんとはまたちょっと違ってね、すごいです。三上さんじゃなかった、宮根さんだとか、あと松尾隆さんだとか、あと解説委員の方だとか、もう皆さんの質問にしっかりと、しかも即答で分かりやすく答えてらっしゃって、わすごいなって思いました。さすがですね、 IT ジャーナリスト。でそうかと思えば、終わった後に三上さんがキャスをされてた時におっしゃってたのは、もう何喋ったか覚えていないっておっしゃるんですね。でもなんとなく気持ちは分かります。あのああいうテレビの場、しかも生放送っていうのは、本当何喋ったか覚えてないっていうのはなんか分かるような気がします。ライトをつけて、また三上さん専属のコラ職人たちがまあそうでしょうね。急にこれで結構皆さんね、あのテレビの画面を、おっとパトカー抜きましたよ。そうパトカーがなんと右側部分はみ出し禁止なんじゃないですか。はみ出し禁止のはずが抜いていくっていうね。三上さん録画して見ていたのですが、宮根さんのツッコミよりも春川さんのツッコミの方が強かった。うん、そうですね。生放送は見れなかったけどもキャスは見ました。なかなか素晴らしいです。やっぱ三上さんちょっとわすげえって思いました。 LINE の三上と呼ばれているらしい。またまた Facebook でマッド、そうですよね、どんどん出てくるでしょう。編集点を作りました。編集点じゃないか、抜かせたんです、ね、いいのかな。この動画を某県警に提出しましょう。証拠画像、ダメです、証拠映像ですね。ぼやいております。出られたんですね。その時間裏で、脇谷シェフの料理コーナー見てました。そう、あの昨日のユーストトゥデイでおっしゃってたのと、それからフェイスブックだとかいろんなところにも、三上さんがガクガクブルブルとか言いながらね、つぶやいてらっしゃいました。読売テレビの解説委員は鋭い意見を言う人が、そうですね、春川さんね、気にせず今度も Facebook でマット祭り開催ですね。まあそうでしょうね、きっとね。三上さんと初めて会って1年経ちました。渋谷でお互いキャスをしていて偶然出会ったのがきっかけ。三上さんもすっかり大物に。そうでしょうね。でも今日のご覧になったミヤネ屋スタッフの方だとか、あるいは各情報番組の方は、もうすごいな三上洋っていう人はと思ったでしょうね。結構行くのが大変なんですよね。さあ右に行きますと、県道43号線で道の駅再開方面です。結構山の上です。山の上っていうか丘の上です。結構行くの大変です。2本目、三上さんは大物になってもキャスでいじられるんです。そうですよね、あのキャスだとか、あとユーストトゥデイだとかでね、いつもの三上さんでいらっしゃるんですよね。これでもあのあれですよ、三上さんの人徳ですよ。つまり西海橋でショートカットする、そういうことです、そういうことです、そういう道です。三上さんこれからメディアに出てくるんじゃないだと思います。大物のはずなんですが、やはりジョイフル三上は変わらず、ああそうですね、今週中に iPhone4S を解約して某タブレット、おーいよいよ。島大橋、強風通行注意。確かに。大島大橋っていうのがあるんですね。この大島っていうのは、先ほどの地図左側の方に橋があるんですね。橋があって島があるんです。先ほど帰宅しました。こんばんは。長崎県は縄張りではないので、いろいろ新鮮です。ぜひご覧ください。曇りの日に撮影しました。2月27日の撮影分です。
タダノフスキーさんに地図をお送りします。こちらをどうぞ。間違った、ジョナサンだった。すっかり九州に毒され、前方にはカモメの群れでしょうか。港のところをずっと、ようやく2年縛りの呪縛から解放。旋回しています。おめでとうございます。太田は佐世保まで43キロ。佐世保43、まだまだ、ね、今日はこの本編の動画プラスおまけがあります。はい、大田和港ですね。この辺りは私は初めて走ってます。地元の稲庭うどんよりなぜかうどんのウエストの方に親近感が。なるほど。まあね、この番組でもウエスト来たとかっていう人も結構多いですからね、そこからというところはあるかもしれません。まあ、ありますが、産経新聞は1番、朝日新聞は2番、まあ、意見には個人差が。ピーポー君から、そうです、解放されましたね。ピーポー君がなぜかね、あの右側部分はみ出し禁止のところですね、追い越していきましたからね。これは証拠映像として物件として使えそうです。右から左に、アザッス。でも一応ガラケーに機種変して無料通話分はがっつり守って、タブレットは端末増設扱いで契約しようかと。ああ、まさしく今日のミヤネ屋での三上さんのアドバイスをしっかりと生かしてということになるかもしれませんね。お、サイバーさんこんばんか、ようこそ。今日のおまけ映像はまさにそのサイバーさんとちょっとつながりがある映像をご覧いただくことになります。最近は福耳にもウエストさんのアカウントが、あ、そうだ、ザカさんね、鉄塔来たとおっしゃってます。先週も結構ねいい映像あったんですよ。それから再来週もねおすすめです。来週もそうですね。あ、三上さんも同じことを喋られたんで、そうです、あの LINE 電話とか、あと楽天の電話とかね、そういったところのお話もされておりました。三上さん、ミヤネ屋でギャラいくらもらったんだろう。なんかあの今回はそのギャラについては言うなってことを観光令が敷かれてたらしく、それは言えないそうです。みどりさんこんばんは、ようこそ。ピンクの外観のコスモス屋薬品初めて。あ、そうですか、大輔さん。あ、確かピンクはないですね、あんまりね。途中からご覧の皆さんには地図をお送りしております。ナベちゃんダバ MC からお届けしております。パトや白バイは元族そうなのか、そうなの。ヒロプーさんこんばんは、危うく寝ちゃうとこでした。コスモスのピンクとグリーンって何が、そうですね、確かにあの運営会社の違いだったりするんですかね、ひょっとしたら。熊本界隈であのスーパーでエースっていうのがあるんですけど、エース岩崎グループっていうのと、エース紅葉だったかなの違いがあるんですよ。同じエースなんだけど運営会社が違うもんで、結構近いところに2軒立ってたりとかいうのもあるんですよね。いや、そういうところかもしれませんね。ピンクは新デザインの店舗です。あ、さすがサイバーさん、さすがですね。旅行中ドラッグイレブンにはお世話になりました。じゃあ T ポイントバンバン貯める機会があったというわけですね。しかも5と6の日はね、あのポイント5倍なんですよ。地元にある近辺のコスモスはどれもグリーンですな。あ、じゃあ新しいのが新デザインだから、新デザインがピンクだから、まだ新しくない店舗、従来からある店舗だったというわけですね。60人まで乗っかりました。金庫っていうんですかね、金庫も T ポイント対象。金光あるいは金庫ウエストでは今週金曜日から中島浩二さん出演の、FM 福岡モーニングジャムのコーナー、おもろい家族の本が発売。ポイント5倍デーとか大好物。やっぱさすが不良主婦と言いながらも結構ね優秀な主婦であります。
熊本人的には同人堂と下川薬局、ああ下川薬局さんですね。今もう1割ぐらいは多いでしょうね。1割2割ぐらいは多いでしょう。黒口大橋、さっきの長い橋ですねだったかと思います。確か交差点右に折れますと再開総合支所、ポイント貯めてもすぐ使っちゃうんですが、まあ、うん、それぞれ使い方ありますからね。僕の場合は T ポイントを貯めまくって ANA のマイルに変えて、まあ、これまでは東京に 2,3 回行きましたけどね。他にもいろいろ行きたいですね。なんとかおばあちゃん PC のエンドラから復活、ほとんど行けてな、頑張れ。あ、私ファイト。余計なものを買っちゃうんだけど、うん、まあそうですよね。そう、ついついね、優先順位を間違えちゃうんですよね。ポイントを貯めるためにもういらんもんまで買ってしまうっていうのはよくあります。もうすぐ澤高という集落へ。コスモス、あら、ソーシャルストリームが流れなくなっちゃったな。さあ、ここまで割と北向きだった。ポイント貯めまくったドラッグストアのカヤドなくしたことがあります。2万円分、うわもったいない。それは辛いですね。ごめんなさい、ソーシャルストリームでお書きのツイッター連携されてない皆さん申し訳ございません。ちょっとこちらの方でソーシャルストリームの動きが止まっております。ツイートサーチストリームなら動いて、ああよかったよかった、リロードしたら復活しました。楽天でも6000ポイント以上常に貯めてる人すごい。某ディスカウントストアで何ヶ月か前まで月1回ポイント10倍っていうの、実はねドラッグイレブンでもたまーにやってるんですよ。なかなか熱いコーナーリングをする白い車そうですね、もっこす薬局ちょいちょい体操でした。なんか聞いたことあります、白バイ警官って意外と、へーそうなんだ。 T ポイントただいま200ポイント台、ネットで T ポイントのボーナスポイントがあるとつい分かる。コスモスの美点はポイント制度がないこと。そう、それもね売りですよね、現金主義っていうね。一番溜まってるポイントはヨドバシ、あーさすがやっぱね電化製品、家電製品。緑さん1万5000ポイント素晴らしい。あと1万ポイントぐらい貯めると、まあちょっと遠いところまで飛行機で行けますよ。僕は T ポイントは790ぐらいで、ポンタが使って120。本当しんどいらしいですからね、あれね。皆さんそれぞれポイント貯めてらっしゃいますね。やろうとは思わないけど、僕は9000ポイント台までようやく戻ってまいりました。64人です。おお、このドライブ番組で佐賀県の国道を走ったのを見たことがない。アーカイブを見てください。結構走ってますよ。結構っていうことでもないか、でも JAL 派なんです。残念残念。まあ他にも使い道いっぱいありますからね。今晩のお飲み物とおつまみはコスモスが、おお、自分 T ポイントは2200ぐらい、まあそれでも結構溜まってる方ですよね。まあアルボーの警官が本物の棒になることが多い。へえ、そういうことって結構あるんですね。スイカポイントがそろそろ期限になるからスイカチャージに使わない。そう、ポイントが結構ねいろんなところに分かれちゃうっていうのはあるんですよね。そうだ、旦那にマイルどれぐらいあるか聞かないと大事。もう、バイトでファミマ行ってますが、お客様の中には3万ポイント近く行ってる方も使う概念が、そうずーっと貯めるっていうね。まあ僕もそんな感じですけどね、ずーっと貯めて一気にボンと落とす。一時期ニモカのポイントが1500ポイントぐらい溜まってた時がありましたが、速攻で使ってしまう。そう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 、その時の気分でね。終わり際の合図でしたね今のは。町内放送が流れたんです。だったんでしょうか、非常に気になります。3月末からは新たにニモカポイントの、へえ、ニモカポイントの貯蓄は今度は進路が南に変わります。
南に変わっていよいよ九州本土に戻っていこう、まあ今も九州本土なんですよね。で今度は佐世保の方に渡ろうっていう、そういう段階に。西園木半島からもうちょっと行きますと西海橋を渡って、あの予告編でご覧いただいたところですね、それを渡っていよいよ佐世保市に入っていくというわけであります。みどりさん、ああ身内に結構おまわりさんがなんとも辛いですね。未来さん、後ろの BGM が好きなんですよね。ありがとうございます。こちらのフリー音源ですね、パソコンでもしご覧でしたら下の方にハートレコードっていうバナーがあります。こちらあのフリー音源なんで、もちろん時々未来でも使っていただけるようなフリー音源となってます。結構な曲数入ってます。月に一度どん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 増えていくんですね。ぜひ参考にされてみてください。一時期2年に1回マイルで石垣島、へえ、いいなあ。電電にもか買いに行きます。いや他の IC カード持ってるんだったらわざわざ買う必要ないんですけどね。熊本行きたいな、しかし体力が、まあ俺にもさすが、ほらもうすぐ横瀬地区、そうです、そろそろ G ポイント D ポイントに交換しなくちゃ。オートバックスでもエノスでも D ポイント貯まるのは嬉しい、FD 買ってからめっちゃ貯まる、そうですよね、あのそれもやっぱ大きいですね、僕にとってもね。ポイントを使い切ってしまった時には若干、そうですね。ジョバン君、高校生にしてその言葉が使えるというのはすごいですね。黒尾さん、こんばんは、ようこそ。地図をお送りします。今回の地図こちらです。あ、70人超えてますね。少しずつ増えておりますと言ったら切っちゃった。しかも2人も切っちゃった。家々の梅の花が。この日は曇りでした。2月27日。八分咲きぐらいまで来てますね。なかなか綺麗です。この日は木曜日ですね。の収録。その翌日にもう一回長崎に行って、五島に行って日帰りで帰ってきて、その日帰りで帰ってくる途中の船の中でユーストリーム大賞を。iPhone で見ていたという状況でした。でその時あのイヤホンを忘れてしまったんで映像だけで見ていたというようなことであります。あ、神田さんからねハートレコードの、リンクを送っていただいております。知人がコメントしないけどたまにこっそり見てるって言ってありがとうございます。なかなか来づらいんでしょ、こっそり送ってください、こっそり、ありがとうございます。空に iCloud がいっぱい浮かんでおります。これ iCloud だったらどんだけいいでしょうね。ただどん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 消えていくっていうのはありますけどもね。長崎佐世保方面です。西園木半島の積量とは意味は、意味や解説、心が満ち足りず物寂しいこと、東海岸に積量感、そして入ってくる、すごいですね。なんであのもうそろそろ大学生っていうぐらいの人がこの積量感っていうのを知ってるんでしょうね。すごいですね。ジョバン君って文学部ですか、もしかして。すごいな、よく知ってますね。31のおっさんでも知らない言葉をよくご存知。いかに僕の国語力がないかっていうとこですよね。そうだよ、恥ずかしいことですよね、言葉を商売にしてる人間が。ミキティさん、私日本語わかりません。体力きっとマコさんとウエストで焼肉をすればすごいな。もう妄想はもうあのただですからね。私は文庫本一冊も監読したことがありません。自慢じゃない。あ、進学先は大阪芸大、ようやく前の、それすごいですね。3台います。もう少しです、もう少しで西海橋です。ナベッチさん、 Sorry I go away Good night See you Mr. Wanza See you 妄想万歳。ユーキスム先生思い出しますね。夕食万歳、懐かしいな。友太郎さんね、えその感じ初めて見ました。僕もそうです。文学はほとんどできませんでした。昔好きになった子が、そういえば文学部の子でしたね。
3つ4つ年下の子でしたね。再会橋こっちチョップスティックの方、翼藤井さん、チャッカマンの、登場を待っているようですけども、基地の車ですね、あの毎回下ネタをやるわけじゃないですかね、この番組は。通常のものではありませんでした。話の流れでそういう方向に行っちゃうってことはあります。再開橋、そう、一番下なんだ。どん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 下っております。師匠さん、こんばんは、ようこそ。地図をお送りします。こちら遅い軽トラが2台おりますんで、なかなか先を急ぐことができません。今回は西そのぎ半島から佐世保へ、国道202号線をテーマにお送りしております。この動画の前には、パソコンがフリーズして落ちちゃったんですけども、その前、初出し情報ということで、今回が146回目で、あと4回すると150回ということです。でさらに3周年も控えております。3周年はそれからさらに7周後、それからさらに7周後、それを記念いたしまして、国道2号線を走るつもりです。もうそろそろしたら、ロケにも行きたいなと思ってるんですけどもね、一発で撮ろうと思うと1泊2日で行かないといけません。もうすぐ桜が咲きます。そうですね、遅い軽トラ、のどかな風景、まさにそうです。異常に遅い車のことを元上司がトロトロ星人っていいですね、可愛らしいですね。なんかね、軽トラの鬼のように速いか、亀のように遅いか、極端。そうですね、確かにね。さあ、緑さん、お、2号線いらっしゃい。そうなんです。また後ほどその映像をご覧いただきましょうかね。2号線を全部行きます。遅い軽トラの運転手、じいちゃんかな、ばあちゃんか、そうですよね、そういうところが多いですよね。もうすぐ川内地区というのかな、確か鳩場があったはず。右側が先ほどの道の駅再開に通じる、県道43号線、結構山道というか、かなり傾斜が急で、スイフトの時でも結構大変だったっていうのを覚えてます。平日かな、土日だと並走できる。長崎まで49、一応平日に行く予定です。まず日曜日は無理ですからね。明らかに佐世保までの距離が できれば土曜日はなんとか避けたい。九州の県道もどんどん挑戦してみよう。結構行ってます、結構行ってます。赤い車は我らがアクアです。で、今日はこの後おまけ映像も用意しております。行かせてくれました。先日コッコストリームをご覧になった方、なってない方も映像を用意しております。ホットバージョンが何か軽トラでドリフトしている人いました。すごいな。2号線のルート検索したら、何でしょう、僕の計算上は7周で行けるはずです。もし行けなくてもいいんですけどね、8周ぐらいになってもいいんですけどもね。スマイルマック赤坂市を思い出すそうですね、大阪市長はどっちになるんでしょうかね。どっちになるんでしょうかねっていうあれもないっていうところもありますけども。健郎さん、こんばん。メビ地図をお送りしましょう。時刻は11時59分40秒を回ったところです。生産者直売所、旬だとがいいですね。
もなく3月19日になるところですね。9、8、7、6、5秒前、4、3、2、1。はい、3月19日0時を回りました。予測時間が約10時間でした。現時刻なら12時間でした。お疲れ様です。ありがとうございます。母さん、まもなく長崎方面、そしてそうか、鍋地が走る予定は事前には分からないんだったそうなんです。300m 先です。319、いい数字。どういうこと、どういうこと。はい、いきなり平泉さんです。いやー、いいんですな。自分で用意したいから保険に入るんだよね。さあ、サンサロンになっております。右に行きますと長崎方面に戻ります。ここは左に曲がります。おにぎり2つ、細工の日、まあ、そういうことになりますよね。206号線右側です。これもまたいつか必ずやりたいと思います。ちょうどね、なんだっけ、大村湾か、大村湾をの大村湾を走るっていうね、そういったものもやりたいですね。34号線の時に大村湾の東側はやったんですけど、西側っていうのはまだやってません。これもまた今年中にはやることになると思います。右に行くと旧オランダ村、そうですね。ああ、サラリーマンネオ見たくなってきたでござる。お団子発見。平泉さんの真似をして喉を痛めたりして、そうですね、確かに最近ちょっとね、喉がチリってしてます。右に行けば、宇都宮でいいのかな、旧オランダ村、バイオパーク、バイオパーク、長崎バイオパーク。昔その CM よく見てましたけどね、最近全然ありませんでしたかね。そんな体力がないのかもしれません。工場におりますね。何か救急車が止まってました。何事もなければいいんですけどね。何事もなければいいんですが、平泉さんというと家政婦の三田を思い出す。ああ、そうそうそう、西海橋公園、家政婦の西海の丘、いいですね。この西の海と書いて西海っていうのと、長崎はエレナが主流のスープ、細々とやってるみたいです、バイオパーク。あ、そうなんだ。長崎バイオパーク、西海橋まで2キロ。はい、西海パールラインはこの常磐くんの橋の上です。ツイートをリツイートしてますね。はい、ここにもパールラインなんです。70人台です。どっか乗ってんのかな。乗ってなくてこの数字だったらちょっと嬉しいですね。乗っててこの数字だとちょっと頑張れって感じです。家政婦の水戸水戸なんだ。三浦ってことになるか、それだと。佐世保方面どうでしょう。ちょっと昼なんです。山の上は昼なんです。じゃんじゃん。雨でなければいいんですが、トップに乗っている、あ、トップに乗ってね、73人か。前方には橋がちょっと弱いな。大会パールライン有料道路の方の橋と思われます。トップの皆さん、こんばんは。熊本のローカルタレント、私渡辺大輔でございます。しまった、別の番組挨拶打っちゃった。あ、そうなんですか。まあそんなこともあります。そんなこともあります。長崎バイオパークは確かカピバラ好きの皆さんの、熊本だとファームランドで添い寝ぐらいできそうです。はい、西海橋に乗っかりました。これを渡り切りますといよいよ佐世保市です。新しい西海橋の下って歩い、あ、そうなんですね。そっか、歩道がないから下の方に歩道橋を作ってんのかな。そしたら西海橋を徒歩で渡ろうとしたんだよね俺。すごい。はい、というわけで佐世保市に入りました。西海橋公園が左側にあります。右側もまあ地図上ではそうなってるんですけどね。3月19日は生命保険見直し月間、月間の間の違いは違いますよ。松阪牛の日、松阪牛、松阪牛か、
の日、クレープの日、教育の日、ミックの日、ミックの日だって、塾カレーの日、そう、あの19年ですよね、確かね、CM やってますよね、シュークリームの日、ミュージックの日だそうです。3本目、今日もアズマックス氏に、豚にかけていじられてました。三浦ちゃん、ちょうど再開橋、そうです、下に歩道橋があるんですね、知らなかったですね。再開橋は原田知世さんの映画愛情物語を思い出します。これから佐世保市、サロボスさんに地図をお送りしましょう。進んでいきます。右に行けば再開橋コラソンホテル方面、よくご存知ですね。右側の東屋が気になる気になる。19日亡き父親の誕生日、そうですか、すごい、マリオパーク、乗馬ができるんだね。ちびっこパークっていうのがありますね。僕あの亡くなった母も半日ぐらいな、それそうですよ、亡くなった祖父も亡くなった祖母も3月生まれ、親父も2月生まれではあるんですけど、3月にかなり近い2月生まれで、みんな5人揃って魚座なんですよ、僕も含めてね。まあだから占いカウントダウンとかだとみんなで1位だとかみんなで12位だとか、そういう家族なんですよね。いや、あそこに日帰りの温泉がある、あ、そうなんですね。保険は本当に必要なものを充実させましょう。よく面積なので満額受け取れない時もあります。LC さんすごいですね。よくご存知。ギョギョ。あ、そういえば、この間新聞で佐世保市内に入っております。長崎オランダ村が営業を再開するっていう話なんですね。そう、長崎オランダ村営業再開です。なんでも、まあでもかなりギリギリの状態なんですけどね。おお、ね、日本最大球場っていうんですかね、の一つらしい。ランステンスはね、別に立て直した感じがありますけど、オランダ村はあのままじゃもう、オランダ村大丈夫でしょうかね。やり直すって言ってますけど、オイラは保険数種類に分けて入ってます。書類書くのが大変です。まあね、どこに入ってるっていちいち覚えてないでしょうからね、結構大変だと思いますよ。え、オランダ村再開するんですが、同じところでやるんだろう。おそらく同じところでやるんだと思います。今日の飲み物は何でしょう。毎度おなじみマソオグニジャージー 4.5 牛乳です。アキッチンでこの間ジャージー牛乳を使うっていうんで、あ、マソオグニジャージーと思いきや、実は他にもジャージー牛乳ってあるんですね。知りませんでした。曜日グループの、小島代表並みの手腕がない、まあね。まあ、同じ海沿いのところでオランダ村とハウステンボスと両方あって両方成り立つのかなっていうのはちょっとね、どうかなっていう部分は思いますけどね、うん、翼藤井さんおっしゃる通り、ハウステンボスとどう違うんでしょうか。あんま変わんないっていうのが僕のイメージですね。坂さん、さすが女性型鉄道来たとおっしゃってます。わからない。ハウステンボスというと、伊丹十三監督の映画民謀の女を思い出す。オランダ村の経営者が誰になるのか、そうですね、その本当に一番のポイントです。経営者次第でこうもなりうるし、こうもなりうるというところですね。どこどこ、綺麗な女性が来たジャージー牛乳があってケロケロ。運用会社を公募する、あ、そうなんだ。進路はまた北に変わっています。まあね、なんとかハウステンボスをいい例にパールラインか頑張ってほしいところではありますけどね。で、あれですよ、ユニバーサルスタジオジャパンも九州沖縄のどこかにもう一個作るんだっていうことをおっしゃってます。
これがどこに来るかですよね。まあ、多分沖縄が優勢なんじゃないかなっていうのが僕の個人的な見立てなんですけどね。まあ、九州に来るんであればできれば熊本にやってほしいなって思うのは熊本県民だからでしょうか。ここからの右側の景色は絶景でした。バスの中からの、まあ、それ基準なんですね。オランダブラハウセンボスが近くにあるのにどうやるんとしか言えない。さすがに想像で、多分それが普通の考え方だと思います。よし、日の国ランド復活や。ああいいですね。でも残念ながら住宅街になってます。まあそれこそね、荒尾の競馬場跡地とかね。でもあれじゃ足りないか、 USJ やるには足りないか。アジアにも一箇所作るとか出てましたね、ユニバーサル。そうですね、そう USJ は中国産地でビジネスは面白いと思います。九州沖縄のどっかにもう一個作るっていう構想だそうです。競技テーマパークを作っても人件費と維持費がかさんで数年で潰れるのが落ちると。まあね、長崎もいいけれど熊本自然と美味しいお水や素敵な資源。ザンカさん、なんか素晴らしいこと言いますね。座布団1枚、違うか、そういうもんじゃないか。まあでも熊本県民の一人としてありがとうございます。嬉しいですね。思い切って阿蘇に作るとか。ただね、阿蘇はそう、まあその手のって言ったら失礼だけど、テーマパークっていくつかありますからね。あえてそこに作るかっていうところはあります。それこそ熊本港近辺の土地に作って、例えばですよ、例えば熊本港近辺の、ところに作って、でそれ目当てに来る人たちの利便性を考えて有明海沿岸道路2基を早期完成させるとかね。案内表示、そういう盛り込み方というか、ねじ込み方というか、熊本西環状道路も早いこと作って九州自動車道と直結させる、それをテーマパークのところに持ってくるっていうことができれば一番いいんですけどね。まあ僕は道路族だからっていうことなんでしょうけども。はじめまして、初視聴です。おっしゃるのは VP2 錦さんですか。ようこそお越しくださいました。ナベッチアンダーバー MC から今日の地図をお送りします。ありがとうございます。あの熊本のローカルタレント、私渡辺大輔と申します。もしご覧いただいて、あ、いいな、面白いなと思っていただけたらならば、上か下の方にチャンネル登録っていうボタンがありますので、それをこうポチッとしていただきたい。もし Facebook されているようでありましたら、もうちょっとぐーっと下の方に行っていただくと Facebook ページのいいねを押せるようになっております。ぜひこちらの方もよろしくお願いします。ハウステンボス町と書いてあるんですね。カジノにしたら大人はカジノで子供はハウステンボス。あ、なるほど、ね、そういう点もありますね。オートポリスもそうですが、山奥に作るとそう、何かと大変です。夕張市のような失敗でもそうですよね。確かに、あのどこに作るかというのは本当に大事な要素ですよね。テーマパークはね、特に熊本近辺にはアジアパーク、懐かしいね、ブルーランドもありましたね。10年経たずに潰れました。そうですね、あの旧三井グリーンランドの横にあったアジアパーク、ただミニチュアの周りをこう遊覧船で巡るっていうだけのパークだったんですよね。比較的行きやすいのに行ったことがない徳島県宮古島まあね、ハッピーホリデー、日の国ランド、懐かしいな。日の国ランド何度も行きました。あのまだ当時は我が家の交通手段は車がなかったもんで、市街地に向かっております。参考バスに乗ってね、丸っこいバスに乗って日の国ランドまで行きましたよ。懐かしいな。はい、ネーブルランドは大牟田ですが、まあ荒尾近辺という意味では合ってます。アジアパークなのにロンドンバスが走ってた。アジアパークの選手も結構ね、あのぐちゃぐちゃだったんですよね、あれね。佐世保市内です。左側に下校中の小学生がいっぱいいます。潰れた遊園地に大阪のフェスティバルゲートが思い浮かんだ。まあそれこそね、あのサイバーさんが昔やってた夢の後先ってやつですよね。ここが終点ということになります。先ほどの再開パールラインはこの交差点を右に曲がったところ、
ここまでということになります。差し方バイパスとありますよね。それを越えていった先が有料道路、再開パールライン。愛知県にある明治村やリトルワールドも大丈夫かな。一回行ったら二度と行かないし、わかります。二回はいいかなっていうところは結構ありますよね。そういうところも飽きさせない工夫っていうのはどんなテーマパークも大事ですよね。300メートル先の交差点を右に折れてもハウステンボス方面。そうです、ハウステンボス、この近くです。宿、片側2車線宿なんだ。あ、未来さん Facebook いいねポチありがとうございます。嬉しいですね。跡地は韓流テーマパークになるそうで、 おばちゃんがキャーキャー言うはずです。でもちょっと作るのが遅すぎましたね。もうだいぶいわゆる韓流ブームっていうのはかなり下火になりつつあります。まあ、その証拠にどんどんテレビが韓流から離れてるんですよね。まあ、もちろん日韓関係の悪化っていうのも一つの要因かもしれませんね。私の市の、なんとか遊園も閉園してその後、公園になってる。跡地利用っていうのも結構ね頭を使いますよね。鹿児島のジャングルパークの跡地にショッピングモールができました。何年か前です。そういうのは結構あるんですよね。実はね、博物館法による博物館なので結構補助金と、あ、伊東図ね。あ、はいはい、伊東図か。なんか伊東図って聞いたことあるな。韓流が、そうですね、流れに逆らうじゃないけど流れに反してっていうところになってきてますね。まあ、韓流がすごくブームになったのはちょうど僕がツタヤの店員に、まあ、社員になった頃とちょうど被るんですよ。まあ僕が22歳の頃だったんですけど、その前後でそうなりましたから、まあ9年前ということになりますね。それがだん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 ブームが下火になってきてっていうところですね。倉敷は確か千堀公園がありました。今はアリオ倉敷と三井アウトレット。アウトレット欲しいな、熊本にも。できれば欲しいな。その伊東津にあるマック倉敷町。おお、そうなんですね。アウトレットは九州では佐賀にあるんですよね。佐賀と福岡市東区にあるんですけどね。できれば熊本にも欲しいな、そういうの。まあ熊本はおしゃれさんが多いですからね。ないかな。三井でもいいし、その他でもいいし。ピエリ森山はどうなったんだろう。なんでしょうそれ。千堀公園の変わりようは驚きでした。千堀公園も行ったことがある。へえ。まあ僕らでいう、さっきも出てきましたけどね、日の国ランドみたいなもんでしょうね、きっとね。佐世保市内、もうちょっとで佐世保市街地です。僕はアウトレット欲しいですね、熊本。さあ、ついさっき80人まで行きましたけども、またちょっと落ちてますね。鍋地下2、3、今夜は146回目です。西園木半島から佐世保へ国道202号線をお届けしております。この後佐世保市役所まで行きまして、その後おまけ映像がございます。約20分ちょっとの動画となっています。ハリオの無線灯見えませんでね。トラトラトラを送信したところらしいです。そうなんだ。
ピエリは運営会社が変わって建て替えが合計500人超えました。ありがとうございます。ここコストコ欲しい、確かに欲しい。イケアはもうね福岡にあるし、あでもコストコもそうか、福岡なんとかね、あの福岡だけじゃなくて熊本にも持ってきてほしいんですけどね。政令指定都市ですから、言うても政令指定都市ですからね。欲しいな熊本にも、できればそれでまた活気づきますからね。まあただその分あの中心市街地はかなり痛手を食らうっていうところはどうしても二面性はありますけどね、そこはちょっとねなんとも無責任なことは言えませんが、ただまあ一消費者としてはそういうのがあるといいななんて思いますね。鹿児島はやっと秋に東急ハンズが出店するみたい。鹿児島と差がつけられると思ったのにまた均一化しちゃうんだ。やっと見つけた、家政婦は見た、まあ、家政婦は見た。コストコも福岡の取りやす久山にありますね。イケアにイケア、まあねまあね、でもちょっと遠いんだなやっぱね。はい、4本目。愛知県にはまだイケアはないですね。開店する予定はありますが、コストコは常滑にありますが、行かないんだ行かないんだね。田子の浦交差点、イケアね、でも僕初めて行った時なんか楽しかったですね。今日はあの割とテーマパークの話題になってますけど、まさにそんな感じなんですよ。家具のテーマパークなんですよ、イケアって。でそれまでの家具屋さんのスケールで考えると全然違うんですよ。いわゆるなんかスモールライトかなんかを当てられて小さくなったような感覚なんですよ。釣りをする人の姿も見えます。すごい広大で広くって大きくって天井も高くって商品もいっぱい積んであって、あれ俺こんな小さかったっけっていうぐらい、それぐらいなんかワクワクするものがあるんですよね。あの家電量販店でワクワクするのとまたちょっと違ったワクワク感があって、また行きたいな。北九州にアップルストアが欲しい。ああ、わかる。熊本も欲しい。福岡にもありますけどね、あれもちょっと規模が小さいですよね。もうちょっと欲しいですよね。コストコは福岡は久山と北九州の学研都市響野にあります。コストコ行くくらいならミスターマックスの方がいいです。そうなんだ、街中の商店街が。ああ、でもその声も確かに根強いんですよ。イケアは自分で作るという作業が加わって商品を大切に、あ、なるほどね、そういう、そうか家具のテーマパークやそしてお届けしていますけれども、そうですね、35号線と合流します。はい、35号線と合流です。この35号線はカーツ3でも以前お届けしました。1回だけ新宮のイケアに行きましたが、確かに興味をそそられました。ヨドバシカメラも興味をそそられましたが、ぜひね熊本にもねヨドバシだったりね来てほしいんですけどね。まあ僕の勝手な予想ですけれども、おそらく熊本駅の0番線跡地に JR 九州が建てるって言っている大型商業施設の中に、おそらく鹿児島中央駅と同じように大型家電量販店が入ってくるんじゃないかなという淡い期待をしております。まあただ家電量販店もね結構競争が厳しくって、新たな土地に出店するっていうのは結構勇気がいったりするんですけどね。真上が西九州自動車道、左がその西九州自動車道の佐世保大東インターチェンジです。ミスターマックスが出るとナーフコグッデーが出てくる。あー確かにね、商店街の中に行きつけのお店とか昔からある喫茶店は好き。スワローバーさんいいですね。なんだか IKEA も最初はサイズが大きくて置けるかと思いましたが、最近は日本の家のサイズに合わせて、さすがですね、ニーズに合わせている。大型店舗が増えたおかげで味のある小さ、そうそう、それがね辛いんですよね大輔さん。家具屋っていうとナーフコのイメージが強い。確かに
大東ジャスコ。東とまでは言いませんね。北西に進んでおります。お左のイオンには昔お世話になった。佐世保にもドンキホーテがあるんですね。びっくりしました。ホーテなんですよね。変な場所にドンキある。熊本も実はそうだったりするんですけどね。徳島中心部の商店街はさびれっぷりが半端ない状態でして、まあ、これはね、まあ、熊本も徐々に徐々にさびれ方はあるんですよね。中心部の商店街にマンションが建ち始めてるんですよ。ちょっとね、まあそれがいいか悪いかは今後分かってくることでしょうけどね。小型店の普及も同時にやってもらえたと思いますね。右側にそうです、いよいよジャパネットの本社が右手に出てまいります。 Google プラスドンキホーテにチェックインすると漏れなくドンキホーテの公式アカウントから、へーすごいですね。前回その35号線の特集の際にはジャパネットのすぐ横まで行きました。それが次の交差点の右に曲がったところにあります。馴染みのあるおもちゃ屋さんや模型屋さんが閉店してしまうと寂しい。はい、また近くまで、いやでもこの道路から離れません。安くしてくれ家電。はい、右に曲がりますとジャパネット高田の本社です。本社の社屋が大きいんです。これね、動画には入ってないんですけどね、右手にしっかりと見えておりました。本社の近くに舗装車が走ってました。これ結構ね、大変なんですよ。これがなんと198,000円。そんなことはないだろう。こんな声じゃなかったか。下取りもします。間違えたニトリ、そうですね、左側にありますね。師匠さんありがとうございました。おやすみなさい。鹿児島もアミュプラザがオープンしてからそれまで賑わっていた天文館近くが一気に寂れて、パチンコ屋が、そうね、寂れると急にそこにパチンコ屋さんが入ってくるんですよね。確かに。我に帰る車の中の旅路。それこそ MI さんのおっしゃるチーンっていう状態ですよね。もう結構渋滞してますね。左側に佐世保は結構この35号線渋滞します。比喩町です。先週のウィーストトゥデイでもやってましたね。社長バリ、そうですね、社長バリにもやってたし、三上さんバリにもやってましたね。結構混んでるんです。日牛所前、日牛所前、何声、日牛所前。大分駅周辺の商店街も閉店している店が、そうですね、パルコも閉店しちゃいます。そう、やっぱ大きい店舗が一気にドンって店を閉めちゃうと街の魅力が一気にガタ落ちっていうところでね、大変なんですよね。まあ、熊本はでもその分よく頑張ってますよね。市街地あと5キロ。ここ市街地じゃないんですね。いわゆる住宅建設会社の社長が今の県民百貨店を立ち上げたわけですからね、すごいですよ。やっぱり今熊本って鶴屋とで当時の岩田屋、この2つの角があって、その間を通るように下通り新市街ってあるんですよ。その2つがやっぱり2つの大きなお店がないと回遊性っていうのが薄れて、熊本の街は一気に衰退してしまうっていうんで、立ち上がったというんですね。本当にありがたいですね。そういった表示でありました。
市役所まで約10分、素通りも下取りしてくれるのかどうでしょう。東京一極集中をなんとかしないといけない。そうですね、そんなかかんの市役所まで。でもその東京ですらいつかは人口減の時代を迎えるわけですからね。古びたパチンコ屋の看板ってなぜかパがパだったりね、いろんなところが抜けてたりしますよね。右行きますと烏帽子岳、神奈川だけじゃないですね、烏帽子岳、烏帽子岳、逃げてなかったな、烏帽子岳。まあ、長崎もそうですが、佐世保も結構坂が多かったりします。まあ長崎ほどじゃないですけどね、結構平地もあったりするんですけども、でもやっぱり海も近いし斜面も近いし、右折車待ちか。だいぶ前にご覧いただいた映像の中では西九州道を走ったシーンがあったんですけどね、そこではやっぱり長崎にも近いような丘の中腹なんかにもいっぱい住宅が建っているっていう映像もありましたね。ヒロプーさん、佐世保市内には元ソフトバンクの城島記念、城島記念館がある。気づいた方、受付にいた方、姉か妹さんだ。へえ。でその城島選手、元選手は今はあの釣り番組やってるそうですね。これ確かアメトークでやってました。最近レトロなパチ屋、そうですね、そういえばだいぶ減っちゃいましたね。僕の案としては東京大阪など都市部には、住める人を抽選で抽選方式なんだ。佐世保に行ったら光バーガーと弓張りだけっていうのかな、 iPad に移動というのはミキティさん。誰が数えたのか知らないが、佐世保、作家の数は長崎より東京、はい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 、あの日本坂道学会でいらっしゃるタモリさんですね。そのいいとももついに火曜日の放送であと10回ということになりました。で今日も日付変わったのであと9回ということになります。釣り差しに乗る佐世保市の城島健二さん、早朝に城島さんの釣り番組やってました。あ、やっぱ福岡限定なのか。一時期盛り上がった首都移転論はどこに行ったんでしょうね。岐阜なんかは東京から、東農へか、キャッチコピーまで作って頑張ったり。そうですよね、急にしぼみましたよね。でも今回のその震災を機にまた復活するかなと思ったら意外にしないんですよね。もうここは佐世保市街地でしょう。あ、そうか、高速バス、そうですね、この辺通るでしょうね。確かに、まあ、1回走ってるんですけどね、ここね、35号線の階でね。あ、でも佐世保市街3キロって書いてありますよ。まだ違うのか。ここは佐世保といえば造船所のイメージ。確かに財界も東京にあぐらかきすぎるのもよくない。確かに昔は KBC でありましたね、栗之助の釣りランド。そしてまた雨粒がありましたね、なんか KB でもやってたような記憶があります。雨粒、栗之助の釣りランドね、あったあった。首都移転論の問題、財源はどこから。そうなんですよね、結局あの国会とか全部移転するっていうことになるんで、まあ、全部じゃないか、いわゆるその分散というか、まあ、うんですね、そういう問題もあるんですよね。財政的にどうなんだって、そんな余裕ねえよっていう、ね、あれこそまさに市街地、膨大な借金を抱えている中でそれはちょっと確かにできないっていう、意見もわかります。ただ東京に何かあったらどうするっていう意見もあるわけですよね。まあ、なかなか難しいっちゃ難しいんですが、現実問題で。関西圏でも釣り番組減りましたね。レトロな喫茶でのコーヒーと一服、至福のひととき、いいですね。なんかそういう贅沢な時間の使い方っていうのがいいですよね。なんか素敵ですね。片側3車線です。さて、高いビルがたくさん建っているこの場所は、佐世保駅前です。左側に JR の佐世保駅があって高架化されていてとっても綺麗な駅舎です。
僕は日本にワシントン DC みたいなところを望みたいですね。国の借金がどこから借りているかがポイント。JR 佐世保駅の東口左側です。 JR もうちょっとだけ進みます。北口、東横インがあったりフレスタがあったり駅前のバスターミナルがあったり、そんなところですね。それを過ぎますと次の、そうですよね、佐世保駅前特にね栄えてるんですよこの辺ね。あ、そのいい街並みです。大牟田の駅前よりもかなり栄えてますね。わーでけえな、いいな、こういうのが熊本にも欲しいよな。佐世保は確か人口は 24-5万人ぐらいいたのかな、確か。市民に羨ましがられるこの佐世保の街並みって何でしょうね。まっすぐ行くとアーケード街です。前方にありますは佐世保横町ということでしょうかね。佐世保駅滞在時間40分で無理やり佐世保パンを食べた、すごいですね。横町通り商店街、そう結構いいんですよね。佐世保ますと前方に白い建物が見えておりますが、あれが本当は平地が岡県のぺーっとそぎゃんのぺーっとストラスです。今回の動画はこの佐世保はベースのある町、その通り終了、その通りする予定です。まるで長崎市街、まあそうですね、あとは電車がないっていうぐらいですね。首都移転はどこに行っても地震がありますしね。大金を投じて移転先の方が地震で潰れた、そうなんですよね。確かに日本は地震大国、どこで地震が起きてもおかしくない。この間沖縄で地震があった時はちょっとびっくりしましたけどね。面白い形の歩道橋、あ、見てましたね。構造美です。前方白い建物が正面に見えてきました。これが佐世保市役所、あ、動画の中の僕も言ってます。国土強靭化しないとダメです、まあ、そうですね。ただ強靭化するって言ったってね、地震を起こらなくするっていうのは不可能ですからね。ゆるしさ、小さいお店、そんな、そういう皆さんが頑張ってこその日本です。今回は西園木の西海岸を走ってこの佐世保市役所までやってきたというわけですね。佐世保に行ったらレモンステーキを食べたい、いいですね。まもなくそのこの佐世保中央インターチェンジは以前2-3 でもお届けしました。木山あたりの神社で地震には注意のお告げが出た。この間しかし怖かったな、急に携帯に緊急地震速報が入って大きなサイレンというかね鳴って、しかも僕2台持ちですからドコモの方が先になって遅れてソフトバンクが鳴ってる最中に揺れて、分かったですよ。しかも上半身裸でしたからね。はい、左側に佐世保市役所です。35号線はこの次の交差点で終了です。で、その次の信号停車のところで今回の動画本編は終了ということになります。北九州はかなり揺れた。熊本でも南区と阿蘇市とあと2カ所ぐらいが震度4ということになりました。前回のエンディング午前2時ちょい過ぎでしたからね。ここから今度は国道204号線に入りました。といっても204号をやるわけではなくて504号をやります。テレビの緊急地震速報はビビります。そうですね、はい。というわけでいかがでしたでしょうか。改めましてこんばんは、なべっちでございます。熊本のローカルタレントでございます。よろしくどうぞ。この1週間で T ポイントは547ポイント貯まったというわけなんですけどもね、今日のテーマはこちらでございました。西園木半島から佐世保へ、国道202号線、こちらをテーマにお送りしてまいりました。地図はこちらです。まあ、あ、マロダンさんこんばんは。仕事終わって飯食って風呂入って動画は終了です。でももう一本おまけがあるんですよ。西海市役所からやってまいりました。西海橋を通って佐世保市役所、こういったルートをお届けしました。ではおまけです。もう時間がないんで早速行きたいと思います。お、もうすぐで T ポイントが1万、そういうことですね。来月にはなんとか1万を超えてくるんじゃないかなというふうに思っております。ではおまけ映像です。3日前、コッコストリームご覧にいただけましたでしょうか。
僕はコッコストリーム出てましたけれども、その時にお届けしたのが、ま、おすすめの、福岡方面からお越しの方へのおすすめのルート、このコッコファームへのおすすめルートっていうのをお届けしたんですが、その中では割と10倍速のところが結構ありました。ですので今回はそこを10倍速にせずに等倍速で1倍速でお届けしたいと思います。こちらをご覧いただきましょう。ルートです。おまけコッコファームへのおすすめルートをご紹介完全版ということでございます。こちらの地図をご覧ください。どうぞ。彼氏の母ちゃん48に見えない、あ、どうもの話ですね。はい、ではそのまんま行きましょう。ナベッチカー2-3。続いてはおまけです。コッコファームへのおすすめルートご紹介しましょう。植木インターからどうぞ。3月6日木曜日の収録です。九州自動車道です。前方から高速道路でお越しの方にですね、コッコファームへの分かりやすいルートをご説明したいと思います。この企画なんでやったかっていうと、結構コッコファーム、まあコッコファームだから結構って言ったわけじゃないですよ。コッコファームを訪れる方っていうのは熊本の方だけじゃなくて、福岡だとか、まあ、県外の方も多いんですね。でそれは、まあ、つい最近テレ東の番組で紹介されたっていうのももちろんありますし、また CM が結構流れてるっていうのもありますし、そういったところもあるんですね。で、まあ、せっかくなんで、せっかくこの番組やってるんで、そのノウハウをぜひコッコストリームにも生かそうじゃないかということで、はい、コッコファーム菊池市です。菊池市の旧極紫村のところにあります。なんという見慣れた道、植木インターチェンジです。この日は収録のために隣のインターチェンジ、菊水インターから乗ってきましたんで300円ぐらいで済みました。あの地震は揺れも大きかったけど、携帯やらフォトフレーム、テレビに至るまで警報を鳴らしまくりで寝れなくなったそうですよね。はい、菊池山賀方面に行きましょう。植木インターからは菊池山賀方面です。熊本へはここで降りてます。僕もいつもここを通ってますね。2020年の夏季オリンピックが東京になったとはいえ、箱物を作った後の維持管理はどうするんだよと思う。確かにそれはありますね。そういう意味でも東京だからこそ使えるっていうのはあるのかもしれません。九州最初の高速道路こと熊本植木間、そういうことです。国道3号線です。先週お届けしたコッコファーム卵庵からお届けしたコッコストリームの中では、この先またすぐに10倍速になりました。日本沈没数は絶対避けなければならない。そうですね、おっしゃる通り。さあ、この時間はおまけです。コッコファームへのおすすめルートをご紹介完全版をお届けしております。まあ、詳しくはコッコストリームも合わせてご覧いただければと思います。先週土曜日配信しました。ありましたね、日本以外全部沈没ってありましたね。あったな、結構話題になりましたよね、それね。だいたい植木インターからちょうど20分ぐらいなんです。日本人は何でもやだやだ言ったっても日本国はやっていけません。そうですね。で、丘を下っていきます。3号線ぐーっと下っていっております。これ北の方に向かってるんですね。菊池山賀方面。はい、そうです。ポクポクタンさんのおっしゃる通り、植木町豊田の交差点から右です。結構交通量多めですね。そうですね、この辺はね、3号線ぐらいしかないんですよ。農道経由、その通り、そういうことです。
国道3号線です。その右折することになる豊田の交差点なんですけども、真下にはサイクリングロードが通っています。植木温泉方面、ここ混むんだよね。県道53号線に入っていきます。植木温泉の看板が見えていますね。そう、貨物鉄道の通っていたところですね。植木温泉の看板、これを目印に右に曲がりましょう。植木町豊田の交差点です。豊田ではなく豊田ですね。濁るんです。はい、3号線交通量多いはずです。植木温泉また行きたい。ぜひぜひ、いいとこですよ。で、僕も入ったことないんですけども、はい、懐かしの優香ファミリーロード、植木インター菊池線です。そう、コッコファームの看板がね出てくるんですね、ところどころに。県道53号線です。菊池11キロ、七条6キロ。反対多いですね。そうですね。おそらく熊本市内方面に向かう皆さんでしょうね。この道よく通りますということで。右側にはサイクリングロードが通っています。今は右側なんですけども、この後左側に移ります。ここですね。違うか。ここだ。ここから左に移ります。右手には熊本市立植木北中学校。今のところ右折したら熊本市北区から光の森への近く。おお、これはいいこと聞きましたね。先ほどまで右手にあったサイクリングロードは左手に変わっています。はい、植木温泉の看板見えてきましたね。これより400メートルということです。はい、植木温泉の看板です。カップルが、この辺から光の森への近道があるんだ。これちょっと面白いですね。非常に面白い。まあ、あの有益な情報ありがとうございます。で、カーブしておりますけども、左側がその植木温泉ですね。ちょろちょろっと出てまいります。橋を渡って左側も植木温泉の温泉街広がっております。さあ、この時間は本編から外れましておまけです。コッコファームへのおすすめルートを、まあ、コッコストリームの中では10倍速も交えてお送りしましたが、この番組では、まあ、10倍速でお届けしております。おそらくサイバさんもご存知かと思います。ると、収録している3月6日時点ではこの近辺工事をしています。さすがだな、やっぱり地元の方だからこそ知る道っていうのはあるんですね。面白いな。植木から光の森っていうのは、あんまりイメージなかったですね。あ、でもそうか、確かに菊陽バイパスとか走ってると、いろんな急に右植木っていうのが出てくる。えっ、と思うんですけどね。そういうことなのか。ルート案内したいところですが、マップの作り方がわからない。植木温泉と書かれた看板があります。左側が植木温泉です。左手に七条観光バス第二駐車場とありますね。そして菊池市に入ります。あ、スクールバスのルートだったんで、なるほど。はい、菊池市に入りました。菊池市七条町です。七条観光バスの本社が左手に見えてきます。誰ですか、 AV の話してる人。これを目印に次の信号右に曲がってください。七条観光バスの本社を目印に右に曲がります。あ、音間違ってた。交差点にはで、コッコファームのコッコファームと書かれた看板が見えてますね。看板右に曲がりましょう。ここから7キロです。右に曲がります。そうするともう一本道、菊池グリーンロードです。のぶさん、こんばんはす。はい、山鹿市には行きません。広域濃度、おすすめのルートです。ものですね。気になったので視聴とおっしゃるのは、あとはカラーアゲプロジェクトさん、ようこそお越しくださいました。鍋地下2-3、熊本のローカルタレント、私渡辺大輔がお送りしております。
今回はちょっとおまけをこしらえております。コッコファームへのおすすめルートご紹介完全版おまけということでお送りしております。ずっと進んでいってください。地図はナベチアンダーバー MC からお届けしたシャープ146地図丸2をご覧ください。そしてお気に入りいただけましたらば、上の方にありますチャンネル登録というボタンを押していただけますと非常に助かりまする。そしてさらには下の方にぐーっと進んでいただきますと Facebook ページのご案内もございます。こちらの方にもいいねをしていただけるとテンションが上がります。よろしくどうぞよろしく、よろしくどうぞよろしくって変な言い方ですけどね、まあ、こちらからでもどうぞ。山菓子ボットさん山菓子のボットが拾っちゃいました。曲師といえば四季の里には行ったことがありますが、今度はぜひぜひコッコファームいいとこですよ。新鮮な卵ももちろん、レストランもね、コッコストリームに出てくださる、あ、777だ、前田さんっていう方がね、とっても美味しいお料理を作って出迎えてくれます。ぜひコッコファーム卵庵へもお越しください。そのおすすめルートがまさにこの道なんですね。777は縁起がいいですよね。ミキティさんお帰りなさい。動画の尺としてはあと10分ちょっとかな。今日はちょっと1時を超えそうです。なんで超えるかっていうと、前半またコッコファームの前半9分ぐらいのところで落ちたからです。これより直進 5.3 キロとあります。へえ、行ってみたい。ぜひぜひ。配信しはやめた方がいいな。後にしよう。前方には阿蘇の山々が見えてきました。そしてまたコッコファームの看板です。もうずー前方には阿蘇の山々。北海林山が見えますね。のどかないい道なんですよね。菊池市は道の駅がたくさん、メロンドームはいろいろおいしいし、止水は甲子公園が楽しい。呼ばれるものは、まあ、割と右手の方に見える山々です。七条メロンドームもありますね。さらには道の駅極紫もありますね。極紫牛がまたこれがうまい。以前タウン情報熊本でも特集した時に僕がね道の駅マスターということで、鉢巻き締めてご紹介しましたけれども、なかなか面白いですよ。こういう景色のな何を、あ、料理よってことですよね。臨時サイン会場が設定されそうな、確かにそうですね。でも娘は卵へ、それはしょうがない。まあ卵以外にも美味しいものいっぱいありますよ。バナナだとかねいうのもありますんで、久々にこの道最高です。あ、よかったよかった。極紫はトイレ汚いけど夕方は惣菜買い半額とか安くていいんだ。よくご覧になってますね。あ、でもそうか、外のトイレは確かにね、わかるような気がします。これぜひ道の駅関係者の皆さん、外のトイレもねちゃんと気を配って掃除してくださいね。結構そういうとこ大事です。コッコファームのオムライス食べたいでしょ。あそこのもう本当に卵はねもう煮ても焼いてもそのまま食っても本当に美味しいんです。これは保証します。確かにそうなんですよ。うっそうとした林が続いておりますけれども、この山を越えていきますといよいよコッコファーム近づいてまいります。次に熊本に行くときは半日ぐらいレンタカー借りないとなぁと思っています。
そうですね、熊本はいわゆる鉄道でどこそこ行くっていうよりかは車の方が結構行きやすいです。ココファームの何のメニューありますか？これはね、1個に絞りきれないです。なぜかっていうと月替わりで結構いろんなメニューがボン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 出てくるんです。なのでその時々で、菜の花が綺麗です。まあ、もちろんね、定番のメニューもあるんですけども、彩り、うん、結構そっちに目移りしちゃったりとかねいうのはあります。豊田から、光の森へのルート案内、 ありがとうございます。後ほど拝見します。このルートはスクールバス加害線の梅の花もなるほど、とても綺麗なんですよ。あ、そっか、城北高校でしたね、確かね。私の場合車持ってないから止水あたりからのんびり歩いていきます。あ、いいですね。歩くのにもいいでしょうね、左側に菜の花があるようにね。とっても気持ちのいいルートでもあります。まさにこの曲が合うようなね、そんな道でもありますね。のどかですな、こういうところたまに走ってみたいぜ。あ、そうですよね、特に前方に見えているのは阿蘇の山々なんですよ。阿蘇の外輪山なんですけども、まあこの日はちょっと雲が多かったんですが、快晴の日なんて本当に気持ちいいですよ。この菊池平野のね、なだらかなのどかな風景、そしてその向こう側に見えるこの阿蘇の山々、気持ちいいんですよ。もうどこまで走ろうかっていうぐらい、もうずーっと走りたくなるんですよね。左側にコッコファームの看板です。おすすめです。あと3キロです。コッコファームまでは肥後大津からバスで行くことの、あ、そっかそっか、まあ、もし、電車を無理やりにでも使って行こうとするんであればそうなりますね。片道1600キロをこっそり行きたい1600キロはこっそりはいけないですね、なかなかね。それすごいな。まもなく国道387号線をまたぎます。これを過ぎますと一気にコッコファームへということになります。今日は23時7分ぐらいに一旦落ちております。そのせいでちょっと後ろに伸びております。ごめんなさい。387号を超えるとコッコファームへは387号線をまたぎます。もうすぐです。コッコファームまではあと3キロです。あと3キロ。ここにも看板があるんですよね。そうですね、ポップタンさんの懐かしのスクールバスですよね。確かにね、今のは何線って書いてあったかな。さすがに加害線とは書いてないですよね。この風景こそ日本のいいところですよ。なんか和風総本家みたいですねあの船さんがねナレーションしてるんですよ。この風景こそ日本のいいところですよね、なんて言いながらね。今のは大津線ですね。あ、よく見てましたね。3キロぐらいなら歩けるな。今度往復10キロ歩くし、墓参り、墓参りで10キロすごいですね。あ、多分生徒を送った帰りだと。なるほど。カーブを越えてもう少し行くと丘を下っていきます。そうするともうすぐそこにコッコファーム、前方左手に見えてきます。コッコファームで酒を飲むことになれば必然的にバスを出ず、あ、まあね、まあ誰かに送ってもらうっていう手もありますからね。
和風総本家はやっぱり豆主家そうですね、豆助も気になるでしょとか言いながらもね CM に入っていくんですよね。熊本でも和風総本家はやってますが、もちろんのこと数週間遅れです。でもここはもう酒出してたかな。根本的な問題。まあ、雲は出ているもののなかなかいい天気ですね。で今日も昨日もそうですけど熊本暑かったんです。今日は19度ぐらいまで上がりましたね。地方にもテレ東系列の放送局が欲しい。そうですね、あのテレビ瀬戸内みたいな感じでね、なんとかどっか作ってくれませんかね。まあ、熊本もぜひねテレ Q がなんとか、ぜひ総務省の方、あのよかったらテレ Q 九州放送って言ってるんですから、ぜひ熊本にも流していただけないでしょうか。だいぶラジオの方を中心にね、さあ見えてきました、いわゆる各県一つっていうものを緩和しようじゃないかという話もあるんですけどね。熊本は7、7にしてほしいですね。テレ東系列テレビ熊本それ違うかそれは富士系です。はい、前方左手にコッコファームの看板が見えてますかね。白いところにコッコファームって書いてあるんです。丘を下って目の前に見えてまいりました。325号線です。卵庵の看板が見えますね。大分はテレ Q より日テレ系が設立に、あれどっちなんですかね。テレビ大分ってどっちメインなんでしょうかね。なんか外から見る感じだとテレビ大分はフジテレビ系列というよりかは日テレ系列というイメージがありますね。あ、発見、広島にはテレ東系列の、そうなんないんですよね。そうだからテレビ瀬戸内で岡山香川に行ったっていうのはね、なかなか興味深いところであります。というわけでコッコファーム卵庵に到着でございます。この動画を短くしたものは先週土曜日に配信しましたコッコストリームの方でご覧いただければというふうに思っております。宮崎と大分で相互乗り入れした方がいいです。そうですよね、テレビ瀬戸内方式ですね。はい、卵屋さん来たということです。商品が並んでますね。次の日曜日にコッコファームに行く予定があるので使いたいと思います。人吉からなんで、まあぜひ植木インターで降りると今回のこのルートを使えます。というわけでご覧いただいたのはコッコファームへのおすすめルートをご紹介、完全版でございました。最後にもう一回だけ地図をお送りしましょうかね。こちらでございます。テレビ大分ってそういえば数年前まで笑っていいとも夕方にやっていたっていうね、いうのでも有名なところでもあります。さあ時刻はもう1時を回っております。まもなく1時3分になるところです。では今日オープニングからご覧になれなかったという方のためにこんなものをご用意しておりますんでご覧ください。この春おかげさまでナベチカーズ3は150回、さらには3周年を、控えております。ということで今日が146回ですけども、150回目からは7回シリーズで国道2号線を走る予定です。はい、というわけで近日中に取りに行かないといけません。なんとか頑張っていこうと思っております。ではもう時間がありませんのでこちらのコーナー参りましょう。インフォメーションでございます。とうとう2号線進出おめでとうございます。まあ、まだ行ってないんですけどねなんとか行こうというふうに思っております。TKG が食べたくなってきたですよね。7回シリーズ西日本縦断、そういうことでございます。
まあね、せっかくなんでね、3周年そして150回にかこつけて、行ってみようかなというふうに思っております。2号線ってことは西広島バイパスを取るんですね。さあどこを取るか交互期待でございます。では参りましょう。インフォメーションヌ、こちらどうぞ。日付変わって今日はスイッチ791、12時6分から生放送です。 FM791 でお聞きいただきましょう。熊本都市圏の皆さんに向けてお届けします。カリーの下取りスマイルアビニュー RKK 熊本放送でお送りしますよ。ユーストリームも生配信同時にお送りします。今日のランキングは熊本の桜の名所がテーマとなっています。ウィーストリームは年に一度の年度末テスト。さあ果たして誰がビリになるのか、けっ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 け。トップ争いも非常に注目です。さらには KB ゆけくまモン調査隊オープニング映像のみ私出てまいります。コッコストリームは今週はお休み。サンデーユーステーション FM オグに、来週こそは電源を忘れずにちゃんと持っていきたいと思います。来週火曜日、カリーの下取りスマイルアベニュー6時40分から生放送&生配信。グイーンと羽ばたけヒーローズは火曜9時からの放送です。これは生ではありません。重要なお知らせもあります。で、来週のカーツ3です。来週のカーツ3、こんなところを走ります。まあ今日の続きなんですけどね。右斜め前におにぎり見えますかね。中道ですね、あれはね。この先は幅出しなく急カーブが多いので4トン車以上の車は通れません。そっち行く。え、酒屋さきさきさん、今度の日曜日は私の誕生日だぬ。おめでとうございます。前祝い、はい、おめでとうございます。まあ、改めて、来週のこの番組の中でも改めて、ね、お祝い申し上げましょうね。わあ、おめでとうございます。それは素晴らしいですね。2号走破したら次はもう1号しかないですね。4号線で青森へあ、いいともやってたのは OBS の方だったんだ、失礼しました。終点は大阪梅田、そうです、その予定です。はい、というわけで来週のカーツ3こちらです。遠回りで宿泊、国道498号線ということでございますね。宿泊ですね。さっきご覧いただいた予告編の最初の方は、あの旧道が実はこちら側に見えてるんですね、なんていうところも後ほどまた、ゆっくりと見ていただければというふうに思います。来週のカーツ3は147回目、遠回りで宿泊、国道498号線をテーマにお送りしてまいります。山越えするのね、その通りでございます。おめでとうございますということです ね。ぜひまた来週改めてお祝い申し上げたいというふうに思います。ではエンディングです。エンディングどこ行ったっけ、これかエンディングの場所を忘れちゃったっていう、ところでもありますけれどもね。というわけで今日は初出し情報ということで、いよいよ今日が146回目、あと4回で150回、150回目から7回連続で156回まで、7回連続でこの番組最長記録ということになりますけれども、国道2号線北九州からスタートして大阪まで行こうというふうに思います。北へ南へ宿泊してますが、何か、まあそうですね、うん、LC さんが一番宿泊してるな、確かに。498号って伊万里に行くんです。そうです、伊万里に行って、伊万里からさらに今度は鹿島の方に行くんですね。鹿島って言ってもあの茨城県じゃなくて、そうじゃなくて佐賀県の鹿島っていうところに行きます。結構ね、このこう行ってこう行くんですよ。こう行ってこうね、9号で京都までも願望します。そこまではね時間が取れないんですよね。なんとか無理して無理して行けるのがこの2号線っていうルートなんですよね。頑張りたいと思います。あ、鹿島ってその鹿島じゃないですよ。イオンモールがあるところじゃないですよ。そうじゃなくて佐賀県の鹿島市です。はい、阪神ファンは一番や、あ、阪神ファンは一番やか、なんでわざわざカタカナで書いたんでしょうか。お疲れ様です、ありがとうございます。はってことは、ゆうとく稲荷神社の方へ
そういうことです。そういうことですね。はい、そういうことだと思います。確かそうです。うん、なんかそういう神社の名前も見たような記憶がありますね。熊本いつ行こうかな。お待ちしてます。お待ちしてます。はい。ということでございまして、来週はその前に欲張っちゃいました。498号線。ね、宿泊なんてことも言っておりますが、いろんな語呂合わせができるようなそんな道となっておりますね、国道498号線でお楽しみいただきたいと思います。鹿島神宮とアントラーズのある鹿島市ではないではございませんね、そしてついでに中国地方の国道線さすがにね そこまでの時間はないんですよね。時間と体力と余裕がないんですよね。可愛い奥さんが行くならシェフも、ね、どうでしょうかね。はい、ということで、急に気温が上がってますけど、また下がる日もたまにあるみたいですね。まあ、といってもまあもう氷点下まで行くことはないかもしれませんが、ぜひね、皆さんも体調管理まだまだ気を抜かずにやっていきましょうね。はーい、いつ頃かいいかですよね。一瞬鍋地さんが断密、嘘、僕が断密に見えたんですか。お行きなさい、違うか、お行きなさいも違うな、お行きなさいはそれは、違う人ですね。はい、ちゅうことでお疲れ様でした。こちらは明日から名残雪です。名残、あ、いいですね。金曜日あたり寒の戻りが、そうそうそう、だからね、これも本当にね、温度の変化が急激なんですよね、この辺りって。ですから、またこの時期に風邪ひくっていう方も多いですし、僕は花粉症でもう鼻とか目とかも大変なんですよね。ですから似合わない大きな縁のメガネとかかけているんですけどもね、まあなんとか、普通に、あ、気持ちいいねって言えるような、そんなことになればいいなと思うんですけどもね。まあ、とにかく今日もパソコン落ちてしまいました。ごめんなさい。待ってくれた皆さんも本当にありがとうございました。また来週の火曜日、今度は3月25日かにお会いしたいと思います。ではまた来週です。おやすみなさい。